めるという。ありがとう。こっちも、はい、こっちもボジータからスタート。はい、来ました。赤ゴジータ。これちょっとファイターズのちょっと確かなところです、ね、色違い。はい、はい、じゃあ戦っていきましょう。いるかな。赤い方が数の子選手ですね。赤い方が数の子選手。あ、今ライブなんか押されてますけど、はい、そこでこう開発されてる方のね、一瞬差が出たんじゃないか。あ、そうです。あ、結構なんか、あれ押されてる。いけますよ、この小谷さん、いけますよ。これいけますね。見せてやってください、この子。ちょっと緊張してきましたね。逆に。これいけるんじゃないですか。やっぱね、さっきの僕との試合とは全然違いますね。そうですね。本当に。今まだこうお互い飲み合ってる感じがしますね。探り合いですね。飲み合ってる感じがしますね。ただアシストも使ってますもんね。当たり前ですけど。いや、あ、確かにこれこのバトルで、はい、そのゴジータがアシスト技、多分どこかしらで、多分今実験なんであれなんですけど、どういうアシストを出すかっていうのもちょっと見ていただく機会になるかもしれない。ガチな人は気になるところです。いや、そうなんです。アシストをつけるのは。そう、大体、はい、おーっていう。今ゴジータが出すね。ちょうど今まさにおーっていう。おーっていうところでしたね。はい。小谷さんは結構、あ、でも極ブロックを、でもヤムちゃん、ヤムちゃん、例えばヤムというイメージ。ヤムちゃん、そうですね。ヤムちゃんやばないんです。あ、バウンドしましたよ。バウンドしました。足すごく使いましたね。マジでいい勝負ですね、これ。いや、確かに今かなりいい勝負ですね。このゲームは3対3なので、加速選手は、はい、僕がまだ入ったちょうど出た子 で、ね、体力がまだ全然ある。いや、そうなんです。あ、ここでだいぶね、はい、有利なんじゃないかなと。あ、来た僕は、ね、追い棒からの気を溜める、気を溜める。いや、2-3人。あー、ここに一人削るのか。あー、やばい、ここでダメ。あ、ここでスパーキング、スパーキング、早く早く。小谷さん、ここでスパーキングを使います。あー、だいぶガード溜めますけど、やっぱこの猛攻が強いな。このスパーキング中、結構大ダメージも食らわせられやすいので。あ、あった、ここでハマる。あ、あった。あ、ハマる。ちゃんと当たりましたね。だいぶ削れますね。あ、でもスパーキング、あ、切れてますね。ギリギリ切れちゃった。もったいないけど、まあでもかなり、まあ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 、これでかなり削ったんじゃないですか。だいぶ削れますね。お、これはいい勝負になってきましたよ。ここで、極ブラック出しました。山下が残ってんすよ。そうですね。ここをなんとか極ブラック、あと極ブラックですね。極ブラックちょっと一回戻したいところですけどね。出た、はい、ここで、あ、ここからは本当にアルトですけど、やばい。コナミ君の方が2人目、あ、2人になっちゃいましたね。ジャネンバとオジータ、はい、GT 悟空は着々と控えの方で回復してますね。回復してますね。だいぶ青ゲージが残ったんで、ね、もうここがもうほんと抜け出せない、なかなか抜け出せない。抜け出そうとするとハマっちゃうっていう。スライドダウン中に、おっ、トーチが見えない。あ、まずいまずい。これは邪念場。小田さん逃げて、逃げない逃げない。あくまで攻める。ああ、最後にもう5時点ですから。いや、そうですよね。最後ここで勝ったら、1人でも削れたら、ほんとすごいですよ。でかい。まだまだまだわからないですからね。わー、おー、ちゃんと、あー、ちゃんとカードしてる、カードしてる。お、ここのドラゴンラッシュ入りました。入りましたね。いや、いい戦い。これが一人でも削れたらすごい。あ、でも、ここで鬼、悟空 GT に変わるっていう。いや、これが今入りましたね。入り GT が全然違いますもん。いや、もうカードが硬い。カード硬い、硬い。あー、これ入ってる。ゴジータ、はい、どっち打とうとなんか。あー、すごい、読んでる。あー、ここでちゃんと最後これで決めるっていう。エテオでやってた、ね、ずっと様子を見てたんですね。さすがプロゲーマー。さすがさすがプロゲーマーです。ありがとうございました。見せ場をちゃんと作って。